ございます。そう、みんなもなんか今季節の変わり目みたいなので風邪とか体調を崩しやすくなってると思うので気をつけてください。乗ってよかったねありがとうございます。振り返さないようにね。オッケー。私も感謝だった。え乗ってよかった。うんありがとう嬉しいありがとうございます。イエーイ。見てこれ新入りのカボチャです。 買ったの。<laughs> あ、かぼちゃありがとうございますた、中さん。かぼちゃありがとうございます。こんばんは来てくれてありがとうございます。やったー。こんばんは。白ニット可愛い。でもなんかちょっと暑い。<laughs> ちょっとだけ暑い。みーちゃんこんばんは。今日手紙出してきたよ。本当ですか。ありがとうございます。そうお手紙が送れるようになって、ツイッターにその 詳しい詳細を載せたのでツイッターもしよかったらチェックしてくださいあ、ひろのさんアイスクリームありがとうございます嬉しいですやったみんなこんばんは自己紹介したいなって思ったんですけどもう自己紹介しなくても分かってくれてる方も多いと思うんですけど目,鼻目、鼻、口、耳、はい高橋みみですよろしくお願いしますみんな見てくれたかな放送 恥ずかしくなってきちゃった恥ずかしくなってきちゃったあっ女性よろしく見てくれましたかありがとうございますそうその時からねショールームできてなかったのでその時のこともお話ししたいなと思います頑張ってたね <laughs> 緊張しちゃったあれすごい緊張かわかいよねやばいやばいやばい <laughs> 目、鼻、口、耳、耳はい、高橋みみですなんかそれ以外がちょっと思いつかなくてなんか2期生アンダーは結構自分の自己紹介するまでに時間があったのでもう考えてるよねみたいな感じだったのでもう思いついたものを即興にやりました。どううでししたかいい <laughs> ありがとうございます嬉しい 久しぶりに来ました。ありがとうございます。お久しぶりです。来てくれてありがとうございます。初見ありがとうございます。一番可愛い好きありがとうございます。嬉しいです。なんかさっきまで暑くなってきちゃった。やったー。ありがとうございます。よかったよーって言ってくれた。記憶に残った。よかったー。照れちゃうか。照れちゃう。恥ずかしい。 恥ずかしかったですあれも私すごい緊張症ですぐ緊張しちゃうのであの順番が回ってくるにつれてすっごいドキドキしちゃってて緊張しました <laughs> やっぱめめちゃんが安定好きだっありがとうございます嬉しいですバイトバイトお疲れ様ですお疲れ金曜日ですから皆さんまだ土日あるけど1週間お疲れ様でしたハローアゲイン聞いてます嬉しい アローアゲンいい曲だよね今日でテスト終わったお疲れ様なんかテスト期間だよね今結構テスト期間の子が多いなって思いましたみんなお疲れ様まだの子はもうちょっと頑張ってくださいみーちゃんバイトしてたのあバイトしてましたセブンイレブンで働いてましたピッピってレジやって働いてましたよあっよしゃさんドラマありがとうございますドラマありがとうありがとう 壁ハロウィンだね。そう。新入りですこの子。<laughs> お疲れ様。車の卒検受かった。すごーいおめでとうございます。車ね、私も教習所に通ってってあの学んそのなんて言うんだろう自分の通ってる学校は卒業したんですけどあと最後一番最後に受ける学科のテストだけまだ終わってなくてまだ免許取れてないんですけど。 おめでとう卒検難しいよねあのテストすごくこんばんは配信見れて嬉しいありがとうございますそう10日ぶりになっちゃって本当は先週の土日土日もやりたかったんですけど風邪をひいてしまってでももう元気です自転車乗るからまた後で来るねうん自転車乗ってる時は見なくていいよ また後で来てください待ってますえ、もう十日も経ったの早っね、早いねあれからもう十日も経っちゃった楽しみにしてたよありがとうございます嬉しいなサイズにいるからまた来るねわ <laughs> かったサイズにいるんだねキャダカブリはダメだ,だ面白かった面白かったよねみんななんかそれぞれ個性が出ててすごい私も 何回もあの放送見返しちゃいましたと元気になってよかったありがとうメンバーとは連絡取ったりしてる結構連絡取ってますまめに取ってる子もいればたまに LINE する子とかもいて結構連絡は取ってますねこの間ピアス開けたのゆみちゃんどこでアクセサリー買ってるでもアクセサリーはそこまで私すぐなくしちゃうのでそんなピアスとかイヤリングとかは本当と300円とかで買えるようなお店とかで 買うことも多いかな。えっと十日間静座で待ってた本当に？<ん>本当かな？えっとこんばんはご飯休ご飯休憩できたよお疲れ様ですご飯休憩ご飯食べながら見てくれてるのかな？耳が夢に出てきた本当に <laughs> どういう夢かなどういう夢なんだろう？<laughs> ハロウィンだけにかぼちゃどうぞありがとうございますやったー。 握手会たたかった、ね、部活あそっかっっねそう握手会のことをこれ今回は握手会のことを書きました、えっと、12月16日が大阪 ATC ホールで私は3部の2時から3時15分までの部に出させていただきますで1月19日が幕張メッセで4部の4時45分から6時までに出させてうん感じゃった 出させていただきます。そうで、12時受付が10月19。日、今日の5時から22日の2時までやってるのでよろしくお願いします。また皆さんと握手するの、すごい楽しみにしてます。なんか Zepp の4月の Zepp の握手ぶりに握手できる方もこないの。あの横浜と。神戸の握手来てくださった方も初めての方もみんな。 お待ちしてますありがとうあごめんね読んでなかったね握手いけるかわからないそっ,かそっかそっかそっか衣装とか考えてるそうね衣装はなんか結構普段着ない服とかを着れる機会なので考えてますでも寒いよねその時期どうしよっかな関東弟ありがとうございます嬉しい会えるね嬉しい幕張の握手会行くよ やったー待ってますハメさんかぼちゃありがとうございますここにいるかぼちゃありがとうございます嬉しいえっ、ー、と神戸で参加役ししたありがとう本当に神戸楽しかったなえっ、ー、とバット持ってたんよねどういうことバットってみちゃん初めまして初めましてこんばんは みーちゃん好き好きありがとうございます地方で行けないから写真アップして分かった写真もアップします北お洋服とかも写真撮って載せますね幕張と ATC 両方行きますえありがとうえ全然嬉しいすいませんなんて言わないで嬉しいです会えるね嬉しいありがとうございます大阪とかはもう行くのが小学校の修学旅行ぶりくらいなので。 だいぶ行ってなかったので、すっごい楽しみです。どんななんだろう。えっと、あ、マブーフさん、ハートありがとうございます。ハートありがとう。ありがとう。あ、よしさん、だるま、ありがとうございます。だるま、ありがとう。ありがとうございます。えっと、かえとさん、かぼちゃ、ありがとうございます。わい、ありがとうございます。 とクロさんハートありがとうございます。ありがとう。嬉しい。マ、ま、ー、あ、ちゃん、花束ありがとうございます。花束ありがとうございます。嬉しい。マブスさんかぶちゃありがとうございます。いやいっぱいギフト送ってくださってありがとうございます。あっちからこっちさんえっとソフトクリームありがとうございます。ソフトクリームが出てこなくなっちゃった。<laughs> 焦るとたまにあるよね。 まちゃんお花ありがとうございます嬉しいありがとう待って間違えちゃったえっとかえたさんあ待ってねかえたさんいいねありがとうございますえっと今日う暑くなってきちゃったえ <laughs> い,いにゃんさんタコありがとうございますタコありがとうございますえっ、ー、と iPhone のサイズ何 iPhone は何だったっけなあっ8プラス大きいやつ ちょっっと大きいやつ使ってますなんかね最初はやっぱ使いづらくて大きいのでもねちょっと慣れてきて使いやすくなってきました海斗さんお花ありがとうございます嬉しいありがとうインスタの DM 見てますインスタの DM 結構すごいすぐ見ちゃいます私 <laughs> お返事とかできなくなっちゃったんですけど全部見てて Twitter のリップとかも全部見させていただいてます嬉しいですありがとう えーとありがとうございます前髪がバシッとしてるねバシッとしてるかなでも結構クランって巻いてますえー、といつも見てくれてありがとうこちらこそ送ってくれてありがとうございます今日は寒かったね確かに今日寒かったなんか最近朝晩すごい寒いよね今日は日中も寒かったね結構課題が多くて大変だよ課題ね課題は大変だよね なんか宿題とか課題ってなんかそれだけでなんか気持ちが重くなっちゃうよね制服の横広さんだるまありがとうございます嬉しいありがとうみんなありがとうございます黒さんだるまありがとうございますありがとうございますだるま寒いよねそう寒いんだよミミちゃんの配信初めて見ます初めて嬉しいです初見嬉しいですありがとうございますありがとう 土日なのにめっちゃ課題出された土日なのに休めないのはやだね土日なのにってなるよね受験生なのにみミ,ミちゃんのせいでショールーム見てるあっ <laughs> やばいどうしよう私の私のせいで勉強ができなくなってしまうかもしれない <laughs> サリーさんありがとうございます来てくれて嬉しいですありがとうえっ、ー、と 助言です前髪かわい前髪可愛い本当に初めて言われたかも前髪ありがとうえー、っと今日何の話しようかなと思っていろいろとメモしてきたんだけど忘れちゃった <laughs> 緊張すると忘れちゃうんだよねえー、っと髪型って全部自分でやってるの自分でやってます髪型はいつも学校に行く時とかは結構適当になっちゃったりするんですけど普段は自分でやってます あじゃあ今日の私の一日をお話ししようかな私は今日うんと朝8時に学校に行ってえっと4時間授業だったんですけど今日はカットをしてきましたカットの練習をしてきましたあ美容学校に通ってるんですけど髪の毛を切る練習をしてきましたそう握手いきますありがとうございます嬉しいですありがとう インスタにヘアでせて欲しいあせたいですでもなんか髪色が結構ムラがあったりとかして綺麗に映らなくてでも髪の毛染めようかなじゃあ <laughs> あ髪色聞かれることが多いんですけど髪色はなんかアッシュとかではなくて本当にただの茶髪かなちょっと前までは黒染めしてたんですけど今はちょっと明るめにしてますもともと結構明るかったので地毛がなので 焦げ茶くらいかなにしてますえっ、ー、としんちゃんかぼちゃありがとうございますここにいるよありがとうございます嬉しいカット上手にできたうんなんかねなんだろうな後ろがちょっと長めで前にかけて短くなっていく髪型だったんだけどなんか所々の髪の毛がすっごい短くてこれをお客様にやったら怒られちゃうなって感じになっちゃいました <laughs> えーと、コテは何ミリのやつ使ってる？三十二ミリです。本当は二十六ミリくらいがいいのかなって思うんですけど、私持ってなくて三十二ミリのコテで巻いてます。でもこの巻きは多分ほとんどストレートアイロンで巻いてます。私ストレートアイロンで巻いちゃうんですよね。前髪がストレートアイロンだから面倒くさくて一緒にやっちゃいます。 上手な巻き方教えて欲しい巻き方は難しいよねでも内巻き外巻きって交互にやっていくだけであの全部内巻きとかにしないで交互にやっていくとやっぱまとまって見えるのでおすすめですであとやっぱ巻いた後にオイルとかをつけてあげるとそれだけで結構こなれて見えるのでおすすめかなと思います外巻きができないんだよねあ外巻きかこうやって巻く外巻きかなそれともこうやって巻く外巻きかな もうコテで巻いていくやつかな確かに外巻きは難しいかもしれない本当に髪の毛伸びたやった確かに四月はすごい短くて放送とか見ると短いと思います握手会行くよありがとうございます嬉しい握手会で会えるの楽しみにしてます嬉しい出られるのがまた皆さんに会える機会を作っていただけてすごい嬉しいです 学習会とかのお手紙はその日にもらえるのあ、みな、ごめんなさい皆さんからいただいたお手紙とかはそういう日にもらえますね今髪の毛伸ばしてるの伸ばしてるよ頑張って伸ばしてますどっちの方がいいかなショートとロングロング楽しみやったーちょっと待っててねもうちょっと待っててね 受験終わったら握手会行くねありがとうございます待ってるね握手しよう。受験頑張ってくださいロングみたい足まで髪の毛伸ばしたい言ってた言ってない <laughs> 一回もやってないよそんなことえっ、ー、といつか九州に来てほしいな行けるように頑張ります行ってみたいな九州沖縄にね修学旅行で行ったきり一回も九州には行ってなくてん沖縄って九州だよね 今くらいの髪の髪長さも似合ってて好きでほんとにじゃあこれをキープしよっかなどうしよっかな沖縄は九州じゃないよや,やばいやばいやばいお兄ちゃんの毎日メイク教えてほしいな毎日メイクねインスタに頑張って投稿しようでも結構なんだろうこんな感じですなんかアイシャドウが結構キラキラしてるかもキラキラさせてます個質いいね今日 自分で見てて思った嬉しいえー、と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 ちょっと待ってねお団子みたいお団子ねあんまりやらないよねやってみようかななんか顔が長いからお団子やるとなんかすごい長くなっちゃって顔が <laughs> あんまりやらないんだけどやってみようかなえー、と「緩めの三つ編みとかであっじゃあやってみるね」 三つ編みはよくするかもしれないなんか学校とかでは結構実習の時はもう髪の毛を出しちゃいけないからもう前髪もピッと止めて後ろ髪もキュって結んでっていう感じだったりするのでヘアアレンジこういう時しかできないからやろっかな黒さんお花ありがとうございますまー、あ、ちゃんアイスありがとうアイスがさっきから出てこなくなっちゃう みいちゃん、男と女を間違えたみずきです。覚えてますか覚えてます。覚えてますよ。皆さん覚えてます。ありがとうございます。みいちゃん、握手会のためにテスト頑張るね。頑張ってテスト。テストはね、その時は大変だけど、終わったら結構達成感になれるからね。頑張ってね。えっ、ー、と。りいちゃん、ありがとうございます。来てくれて嬉しいです。なんか、 自己紹介してって言ってくださると、もうあれの振りかなって思っちゃって、じゃあ自己紹介しますね。目、鼻、口、耳、はい、高橋みみです。来てくれてありがとうございます。七百六十九人も見てくれてる、ありがとう。今日は一時間配信です。もうあれ放送されるの結構怖くて緊張してました。自分で考えた、そ <laughs> うでもね、ちょっと提案もしてもらいました。 自己紹介いただきました恥ずかしいなこれやると使っちゃうんだよねそうカメラを止めるな緊張が伝わってきたやっぱりなんかねすごい緊張してる顔してたよね受験生は勉強しなきゃダメだよ <laughs> でも見に来てくれて嬉しいですここに置いてちょっと勉強頑張ってくださいえっ、ー、と 嬉しいなありがとうみのりちゃんとお隣そうみのりと隣だったね結構お話ししてたかもあの並んでる時とかもえーと受験大変だった受験大変だったよ頭が良くなかったのですごい頑張って勉強しましたうんなんか塾とかにも毎日行ってたかな大変だよね 世界一ありがとうを伝えるショールーム <laughs> 言ってるよね多分ありがとうってすっごいナ <laughs> スアイファミリーの中で誰と一番仲いいのそれはマナンチョスですねもうずっと仲良しです私も勉強苦手だった勉強難しいよね黒さん誰もありがとうございます嬉しいありがとうございます勉強嫌だよねそう嫌なんだよ しんんちゃんかぼちゃありがとうかぼちゃありがとう分かってるここに新しいのが出てきたんですよこんばんはこんばんはーえっ、ー、とそうだねあ今日はクマさんいるよこれまだ見せてないよねこの子とあと このちちっちゃいダッフィーとおっきいダッフィー今日はこの3匹連れてきましたこの子の名前はマロって言いますテディービアミュージアムみたいなナスナス何県だったかなナスっていう地名場所でテディービアミュージアムみたいなのがあってそこで買いましたかわいいよねあっそうそうな す高原 <laughs> 待って読めない高原か高原だやばいやばいやばい那須高原ですそう合ってる合ってるえっ、ー、とテディーベルメジューも行ったことある本当にすごいいいよねあそこそこで買いましたやばいバカがバレるダフィー何匹いるの3 3匹いますこれと これとあとシリメだシリメが一匹いますでも今はいないごめんねここに二匹います三人三 <laughs> 人って言ってた <laughs> やばい恥ずかしい三匹です三匹いるよトマさんの結婚式とかやっててえ知らないすごいすごいすごい平野さんいいねありがとうございますありがとう えーと、3匹みたいな感じだね3匹いるよクマが一番多いかなぬいぐるみだとダブル2期生ダブル高橋そうそうそう高橋みのりちゃんとそうだね <laughs> ちょっと待ってなんて言おうとしたか忘れちゃったみのりちゃんって感じ苦手なの みのりちゃん面白いよねみの,りちゃんのショールームよく見に行きますアイコンのやつ見てくれてありがとうございますいやこちらこそありがとうみゆちゃん嬉しいですありがとうえー、っとひまりちゃんとかぶってるあ時間だよねそう今日ね結構かぶっちゃってるんだよねやっぱ金曜日だからみんなショールームできるからねでも見に来てくれて嬉しいです どっちも交互に言ってくれたら嬉しいな。あ、そうそうそう、かりんちゃんとも多分かぶってるんだよね。今日多いね。ステーキ焼いてもらっと、え、どういうこと。スクショタイムにたくさんクマ映ってほしい。オッケー、分かった。じゃ、あ終わりらへんにやるね。こうやって配信でいろいろ知れて嬉しいよ。いいえ、私も嬉しいです。皆さんとお話できるのがショールームとかなので。 ここでお話できて嬉しいですマーロープリンやばかったあ本当に言ってくれたんだよねプリンをインスタに載せたんですけど言ってくださった方がいてあれ美味しいんですよ本当になんか結構濃厚でそう美味しいえっ、ー、とユみ,みちゃんの配信待ってたら今日はひたりひたりますどういうことだ <laughs> 綺麗なお名前です。ねありがとうございます。嬉しい。まー、あ、ちゃんくまありがとう。三匹ね。いた、いない。いた。いた,いた,いた。はい。くまさん、ありがとう。ありがとうございます。と、みーたん、インスタ、おしゃれだね。いやいやいや。とんでもないですよ。インスタ映えってやつ、頑張ってます。三人。<laughs> また言われちゃった。アイパッドお揃いや。本当に。 これ大きいやつ持ってるパンあパン食い釣り彫りどうだったああれねあれすごいよねなんかああいうことしたことなかったのですごい新鮮でした私パン食い競争とかもしたことなくてだからああいうことできたのすごい楽しかったですでもなかなかあれ取れない難しかったです えっとポリーさんありがとうございます来てくれて嬉しいですありがとうパン食い競争とか学校でなかったそうなかったね分かったと思ういいよねああいうので食べれたりするの目鼻口耳高耳でマりましたハマってくれた海ちゃんってどういうキャラなの難しいことを 難しいなぁ何だろうでも周りから結構忙しい性格だねって言われます結構慌てってるねみたいに言われます落ち着きがないのかな <laughs> 早口だし結構おしゃ,おしゃべりだよねえっ、ー、とおバカキャラおバカキャラではないよ <laughs> 今もうお茶やってるのうんうんえっ、ー、と高校3年生が終わるときにやめてしまって9年間やってたんですけど ちょっと残念ながら今はもう行けてないです歩くの早いもねそうよく分かってるね歩くの早いの歩くのも早いし食べるのも早いし喋るのも早いの片付けるのも早いよいろいろ早いかも早口言葉やってーああのー、あのー、なんだっけラストアイドルのラストアイドルのももえ <laughs> ちょっとすごい感んじゃったモバイルの 自己紹介みたいな質問を何個かあのされて答えるっていう動画がアップされたんですけどその時に私すごい笑ってたんですけどそれは早口言葉がそう一問一答そうそうそうそれ一問一答の時にすごい笑っちゃってたのは「あの早口じゃないね」って言われちゃって何て言ったんだっけな「青パジャマ赤パジャマ着パジャマ」みたいに言ったんですけどそれがゆっくりすぎて「全然早くないじゃん」って言われちゃいました。 早口言葉かなんだろうなカエルぴょこぴょこめぴょこぴょこダメだやめよう。言えないよねこれは難しいでもあれは言える坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いたこれは簡単だよねすごいこれすごいのかなみんな,な何が言えるなんか言ってほしいなったら書いてくれたら言ってみます 坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いたこれ簡単だよ <laughs> 面白いちょっとドヤ顔 <laughs> ちょっとドヤ顔しちゃってたかな生ゴミ生ゴミ生ゴミ生卵アブリカルビ言えてたやっばこれはちょっと恥ずかしいな待って待ってブラジル人のミラクルビアカミリア <laughs> だって、つぼっちゃう一人で面白いあ隣の客はよくかき食う客だ言えてた <laughs> え待って待って <laughs> あそう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 握手会でやってもらおうかなもう冷や汗かいちゃうようまく言えないって美恵ちゃんもつぼってるから一人じゃない <laughs> あよかったなに何何何中卒魔術 手術手術中 <laughs> 何それ何それどういう状況それは待って本当に面白い新 <laughs> シ,シャンシャンストレージ <laughs> ごめんごめんごめんもうやめよう待って待ってホンやめようダメだ笑っちゃう <laughs> 送られてくるのが面白すぎてちょっとねダメだやめようやめよう もう今日はこのくらいで許してちょっと熱くなっちゃう <laughs> 面白い楽しかったちょっと笑っちゃった熱くなっちゃった <laughs> 楽しかったねみんなも言ってねじゃあ握手会来てくれた人は私に言ってって言ったらみんなも言わなきゃダメダメなゲームね白ニットもふ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 だよ でもちょっと今暑いちょっと暑くなってきちゃったそう早口言葉対決だね早口言葉で会話しようそしたらそしたらいっぱいしゃべれるし赤巻き髪青巻き髪黄巻き髪うんお互い練習しとこう何そのゲーム楽しそううん楽しそうだよねやろう <laughs> 早口言葉で会話聞き取れなそうって言われちゃった <laughs> 確かに 何で話何話してたんだろうって思うよね多分私多分その一日過ごしたら多分普段の言葉も全部早口になっちゃいそうもっと早くなっちゃうよ練習しといてねみんな自己理由感しかない確かに <laughs> 全部聞き取れないかもしれないでって言われた <laughs> 確かに会話が成立しないよね 練習しといてね、みんなそうそうだねそれあったね早口言葉対決えっ、ー、と <laughs> あみんな練習しといてくれるのねありがとうそうゆーっくり喋ってみて「わかったよわかったよ」 イメージ変わったあごめんめっちゃ早口になっちゃったみみちゃんのイメージ変わったなんかね結構なんだろう茶道とかやってるっていう話を結構してるのでなんだろう文化系というかなんて言うんだろうなまあなんて言うんだろううん、おっとりしてる風に結構み見てもらうことが多いんですけど結構喋るしはっちゃけちゃうタイプです 女子力半端なくないよ全然女子力ないようんと。京也 <laughs> さんかぼちゃありがとうございますかぼちゃ嬉しいですありがとうえっ、ー、とみみちゃんを無人島に誰連れてくんだっけ私高橋みのりちゃんって言いましたあのー、高橋同士 お互い高橋同士通じ合えるものがあるんじゃないかって言ってそう高橋みのりちゃん選んだよ一番面白い変顔して勉強頑張るから変顔しちゃういきますえっ引かないでねみんなちょっとお得意な変顔があるのでどうしようみんなフォロー外されちゃって明日からファンの方いなくなっちゃったらいきます321 <laughs> ね、スクショしてたら許さないからね、本当に。<laughs> ね、ダメ、スクショタイム小声って言った。え、どんな顔してたかな手で隠れちゃってたかぼちゃんありがとうございます、みーちゃんさん。どうしよう、怖くなっちゃった。ね、スクショしちゃったって言われた。<laughs> ね、やめて、やめて。え、結構ガチだった。そうそうそう。変顔するときは、ちょっとちゃんとガチでやるタイプです。マジでちゃんと変顔したよ。 え、ツイッターあげようかなって言われちゃった怖いよーもう今日ツイッター開けないガチでやる子好き本当ありがとうでもじゃあ自分でどんな顔してたか分かんないんだよねやばい汗かいてきちゃうまーちゃんかぼちゃありがとうございますありがとう嬉しいみんなフォロー外さないでねやだよ 俺の配信はこの後10時からそうですこの後10時私が終わった後にみっちゃんの配信があるのでそっちも見に行ってくださいみっちゃんの配信ほんと面白いよね気づいたら一人で笑ってるえーとあと30分おあと30分もある握手会が楽しみすぎるやったー楽しみ握手会会えるね ちゃん握手,したいあ握手したいです来てくださいぜひ待ってますそうそう握手会の時服装悩む私も悩みますでもあと2か月後とかなので結構寒くなってるよね結構寒いかもその時はあったかい格好してきてくださいなんかさこのニットの毛が顔についてるんだよねなんか視界にいる ちょっとうーんとえ撮取れないいるかなそうクリスマスではない12月16日と1月19日です2日間司会 <laughs> 視界に怪がいるみちゃんそうやばい今日ツボ浅いどうしようなんか今日すごい笑っちゃうすぐ笑っちゃう誕生日近いおっ12月の方かな あ、待って1月19日誕生日すごいえ来てくれるかなまつげきれいにあがってるねまつげ上げてますいつかみみちゃんに会いに行きたい来てほしいないつか待ってますえっ、ー、とみみちゃんの「紅白関東の県取ってよありがとうございます握手しよう握手しようね楽しみ会いたいですの会いが感じだかわいいありがとう 陽さんかぼちゃありがとうございますありがとう嬉しいしんちゃんかぼちゃありがとうありがとう嬉しいまたいっぱいありがとうって言っちゃう親子で握手会行きます本当に緊張しちゃうありがとうございます嬉しい隼人さんクマありがとうクマさんとクマさんとクマだけはいっぱいいるんだよねクマさんありがとう握手会緊張する緊張しちゃうよね ハッピーハロウィンそうハロウィンの時ハロウィンの近くになったら何かやろうかなハロウィンメイクとかやろうかなショールームでどうかなミミ <laughs> はいじられて光るタイプなんかね S か M かで言われたらもう M ですでも何だろう <laughs> いじれないんだよねあんまり人だからいじられたいかもえ違う違うこれ振りとかじゃないよそう みのりちゃん,配信,ちゃん配信見てくれてるのありがとうフリでしょフリじゃないよえーと天気予報晴れるといいね晴れるかなでもあんま冬って雨とか少ないイメージあるな逆に雪とか降ってたらどうしよう1月とかありえそうだよねえーとイジるの OK イジっていい えっと「早口言葉対決いきましょう」って言われちゃったまたもうしないよもうしないようんちょっと思い当たるのがなかった今「高橋コンビで配信みたい」本当にやってみたいなでみのりちゃんってどこに住んでるんだろうお家が近くじゃないとそれかあれだねお家が近くか会えた時しかできないからやってみたいな えーと配信3回目にしてキャラフクーねやだ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 まだ, <laughs> まだまだまだダブル高橋とか俺得すぎる本当にじゃあやりたいなダブルでみーちゃんかぼちゃありがとうございますやったーありがとうえっ、ー、と変顔もう一回見せておっと <laughs> おっとっとっと,っとそれは一日一回かな 一日一回で行こう。変顔キャラみたいになっちゃっても困っちゃうから。変顔はじゃあまた次の配信の時にやろうかな。一日一変顔で行きましょう。いつもインスタ見て可愛くて癒されてる。本当にありがとうございます。インスタ全然投稿できてないね。なんか映える写真撮りに行こうかな。どんな企画やねん。やばい変なこと言っちゃったかもしれない。 そんなに毎日変顔やってくれるのって言われちゃったやらない用とは言えないねもうここまで言っちゃったらみんな忘れてくれててもいいんだよ全然えっ、ー、と「ラサエメンバーのものまねできないかなものまねはしたことないやってみたことがない誰のものまねが見たいかなえ難しいなそれはこの後 YouTube で上がるよえ本当に じゃあ見れるね自分のマナンチョスマナンチョスは難しいなでも「ミミィって言ってくるのがもうマナンチョスの顔が今浮かんできた鼻声そうちょっとまだ鼻声かもしれないでも,もう体力は全然元気だし復活してますよ「母上」って言うよねマナンチョス <laughs> お大事にしてくださいありがとうみゆちゃんもうでも元気だよ全然 握手会ってどれれくらい喋れるのうーんとねどのくらいだろうな一人ええー、どのくらいなんだろうでもこの間のなんですけどこの間の横浜と神戸の時は3人で一つ1グループだったのでその一人一人一人と話せるのはえー、何,何秒とかかな でもそんなすっごい短いわけではないです全然しゃべれるししゃべれるくらいの時間ですでも1分とかはなかったです何秒とかかな何十秒とかかな10秒弱そんな短かったかそんな短かったか1枚10秒ごめんなさい訂正します1枚10秒だそうですうんそうだねそのくらいだったかもしれないこの年は最強だったありがとうございますひろさんたこありがとうございます ありがとうのんちゃんとちーちゃんとできてすごい嬉しかったです来てくれてありがとうえっ、ー、とアイシャドウキラキラしててかわいいアイシャドウキラキラしてるねこれは何のアイシャドウだったっけなメイベリンのアイシャドウです <laughs> 2枚出して横浜で楽しかったありがとうございます私も楽しかったです横浜の時は特に緊張しちゃってたねすごい緊張してました えとありがとうございますんと一応今美容学校に二年間通ってる2年間通うので美容師の資格を取りたいなとは思っていて将来的にいつか美容師のお仕事もできたらいいなとは思ってます横浜緊張してたよねやっぱ緊張してたよね やっぱ最初の方とか本当にドキドキキで握手会っていうのをゼップの時に握手させてもらったあれだけだったので本当に緊張しちゃいました緊張症ってどうやったらの治るんだろうな私美容師あ美容師さんもう先輩ですよなんかこの話した気がする両サイド二人が時間を譲ってくれるのに感動しました あ、いやいやいやのんちゃんのファンの方とかちいちゃんのファンの方とかもいらっしゃったのであの推しのことお話ししてほしいなと思ってスタイリストアイドル頑張っちゃおうかなみんなの髪の毛を切りながら歌って踊れるかなえっとそうこれね ぜひぜひお待ちしてます握手会出させていただけることになりました。12月16日と1月19日ぜひ来てください。千葉と大阪です。お待ちしてます。切りながら歌うのいや別に切りながら歌ってるわけではないよ <laughs>。それは至難の業だよね難しい。 変顔じゃなくてぶりっこで言ってくださいぶりっこぶりっこが嫌いな女の子いてフォロー外されちゃったらどうしよう <laughs> 会いに行く予定だよありがとうございますみみちゃん髪切って髪切ってあげたい髪切ったら多分すごいことになっちゃうよ今の私が切ったらゆきさんかぼちゃありがとうございますあこちらかぼちゃありがとうございます嬉しい 握手会何話せばいいか分かんないから教えていやでも私がお話しするのでそしたら会話できます全然大丈夫ですえっ、ー、とみんちゃんが病師になったら切ってほしい本当ですか全然切りますよメイクとかも教えられるようになれたらいいないつかは。 人見知りはしないです人見知りは全然しなくてうん人見知りはしないかなでもただ緊張しちゃうなんかみんなの前で発表するとかなんだろう授業中とかにさ教科書読むみたいなのたまにあるじゃないですかそういうの緊張しちゃうんですよねな,なぜかよくわかんないんですけど <laughs> 美容室恐怖症でずっと同じ美容院にしか行ってない」確かに、あのー 一個自分のお気に入りの場所見つけちゃうとそこにずっと行っちゃいますよね同い年で気になったので握手権取ります嬉しいですやった同い年親近感ありがとうございます <laughs> 授業で発表とか嫌だよねなんかどうしようって思っちゃうなんか別にできなくて怒られるわけでも茶化されるわけでもなくてもなんかすごい 緊張しちゃうんだよね緊張症なんですよ握手券追加するねやったありがとうございます追加嬉しいありがとうございますいっぱい喋ろうみみちゃんは何歳私は19歳ですそっか今日そういう自己紹介はしてないねえっと19歳の神奈川県生まれですとあとなんだろうあ中学校の時に陸上部に入ってたので運動することが大好きです あと小学校から高校3年生まで茶道を習っていたので茶道もしますあとなんだろうな自己紹介ってどんなこと言うんだろうあとうん,うんあ今は美容学校通ってます2年間で今1年生目です今日も学校だったよまー、あ、ちゃんお花ありがとうございます嬉しいありがとう陸上部の子多いね確かに陸上部 多いかもまさんかかぼぼちちゃゃあありりががととううございますかぼちゃありがとうもっとここ可愛くなんかハロウィンっぽくしたいな寂しいよねこれだけじゃちょっとひまりちゃんは陸上部のマネージャーえ本当に知らなかった初耳初耳それラーメンお寿司アイス分かってるねそれ忘れてたありがとうございます教えてくれて。 えっと私の好きな食べ物はラーメンお寿司アイスですタピオカ巡りとかタピオカ作ったりするのも好きなのでタピオカも大好きでも集合体恐怖症なので見るのはちょっとあんまり好きじゃない食べる専門ですリズムにこだわる自己紹介 <laughs> ラーメン何が好きラーメンはうーん結構こってり系のラーメンが好きです家系ラーメンってわかるかな家系ラーメンとかが結構好きですね お寿司は何が好きエビアボカドアボカド好きじゃなかったんですけど友達におすすめされて食べたら美味しかったそれはすごい好きです一番好きなタピオカ屋さんはうーんアースカフェかゴンチャかなでもなんか家で作るタピオカが美味しくてなんか好きなんですよね最近外行かないで自分で作って食べてます「<laughs> AK ラーメンさすが神奈川県」あ 神奈川にしかないのかな、もしかして横浜家系とかもあるもんねえ、みんなに食べてみてほしい食べてみてほしい、うん家系ラーメン、美味しいよ家で作れ、ちょっと気になってる本当にじゃ次の時ちょっとそのパッケージ持ってくるねおすすめがあるのであ、全国にあるんだ、ごめんなさいそっかそっか、みんな行ってみてください あ、そっか、どこにでもあるのかそっかそっかどんな味結構こってりですでもこってりとかあっさりとかあと油の量とか麺の硬さとか結構全部選べるのでそんなにこってりが無理だよって人も調節してくれるのでおすすめですあ告知系になっちゃったかなこれごめんなさいそっかそっか まあ、ラーメンが好きですタピオカも好きですそう一人でラーメン食べれる食べれますね一人でカラオケとか一人でうん、行けます大丈夫タイプですみーちゃんかぼちゃありがとう嬉しいですかぼちゃありがとうみんなの好きな食べ物は焼肉は焼肉も好きお肉も大好きです焼肉はでも一人では行ったことないね 焼肉は誰かと行きたくなっちゃうかも牛丼デビューおかっこいい私そういうのすごいかっこいいなって思うんですよね牛丼一人で食べたいの私も雪だるまさんかぼちゃありがとうございますかぼちゃありがとう一人ディズニーはしたことないなしないな多分ひたすら乗り物乗ってるかもしれないそしたら一人旅行はしたことない してみたいけど、旅行は誰かと行きたいかなカイトさん、え、これなんだろう風呂敷かな風呂敷ありがとうございます珍しいこれ初めて見た、いやそれはないかな初めて見たかも <coughs> 一人ディズニーハードル高いねちょっと待ち時間とかが結構退屈になっちゃうかなでもディズニーってあれだよね どこ見てても景色だけでも楽しいよね一人で京都旅したことあるけど寂しくなって途中で現地の友達呼んだ本当に寂しくなっちゃったしみけんさんハートありがとうございますハートありがとう嬉しいハートありがとうございます 一人カラオケがギリ入る時と帰る時がちょっと恥ずかしいよね入っちゃえばもうこっちのもんってというか入っちゃえばもう分からないじゃないですかねツナさん花束ありがとうございます嬉しいですありがとう休日あっ9時51分だってすごいびっくりしちゃった今ワンちゃんの鳴き声聞こえたいえっんかこっちに来た気がする そこら辺で、ちょろちょろ動いてますサッチが <laughs> 来ちゃったかもしれない私を探しに来てるかもえ、なんか声唸ってる <laughs> 耳閉じてて最近ね、すぐね、唸るんだよねすぐ唸るのなんかね、反抗期なのかわからないんですけど 近く通るだけでうーとか言われるときあって何何もしてないよみたいなこととかあってママの声してたママが今サッチをね向こうの部屋に連れてってた今何歳えーと7ヶ月ですまだちっちゃい聞こえてた全部聞こえてるね恥ずかしいな舐められてるやっぱそうだよねなんかね餌の時とかね 帰ってきた時とかね結構ね都合がよろしい時だけねキュンキュンやってくるのずるいよねでも可愛いからさ甘やかしちゃうんだよね気をつけなきゃ犬と不仲説ダメだよそれバレたらうさぎ飼ってるようさぎいいなずっとうさぎが飼いたくてなんか飼育員とかでうさぎ飼ってたな小学校の時とか。 あ、じゃあ一応読み上げますねあのなんだっけあのみんな分かるよね言わなくてもちょっと待ってねなんだっけなんだっけやばい10日空いたらショールームのこと分かんなくなってきちゃったそうランキングランキングですライブランキングありがとうございますみなさん13位から読み上げていきます <coughs> はいいきます 影丸さん、十三位影丸さん。ありがとうございます。嬉しいです。十二。としさん、ありがとうございます。嬉しいな。そして。十一位しょうまさん、受験生って書いてある。頑張って。ありがとうございます。来てくれて、受験生なのに嬉しいです。パチ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 が来てるよ。えっ、ー、と。十位。アンフィールドさん。ありがとうございます。嬉しい。 ありがとうございます。いっぱいいる。えっ、ー、と、9位、9位。えっ、ー、と、待ってね。9位亀部さんありがとうございます。いつも嬉しいです。ありがとう。と8位田中さんありがとうございます。嬉しいです。そして7位楊明さんいつもありがとうございます。嬉しいです。 えっと六位、広野さん、ありがとうございます。なんかいつもものとか持ってたっけの、なんか今日寂しいね、ありがとうございます。そして五位、制服のようこうひろさん、ありがとうございます。嬉しいです。今日も来てくれてありがとう。嬉しいです。四位、海斗さん、ありがとうございます。来てくれて嬉しいです。結構夜遅かったのね、皆さん来てくれてありがとうございます。 そして3位、クロさん、ありがとうございます。いつも嬉しい。ありがとう。嬉しいな。ありがとう。そして2位、まー、あ、ちゃん、ありがとう。クマ。まー、あ、ちゃんといえばクマ。3匹。どうやったらやったりかな。ありがとうございます。嬉しいです。そして1位、しんちゃん、ありがとうございます。いつもありがとう。プリンもね、うれしかった。本当に。え、言ってくれたんだと思って、すごい嬉しかったです。 皆さん、今日も来てくれてありがとうございましたやっぱ楽しいねショールーム時間が経つのが早いですすごくそしてあれさっきの二度いって戻すんだっけなちょっと待ってね間違えて押しちゃうんだよねすぐあこうだパチパチパチありがとうございます楽しかったありがとうでもまだ終わんないね <laughs> ありがとうございます きょうやさんありがとうございます嬉しいです <laughs> スクショタイムスクショタイムか何しよっかなじゃあかぼちゃかぼちゃを最初にえー、っとクマねでもいつもクマさんだよねなんか他のもの連れてこよう今度待ってねありがとう来てくれて嬉しいです 変顔でしょって言われたやば次ねそれはもうまた次もうやだよーえっ、ー、と10日ぶりに癒やしありがとうこちらこそ10日ぶりにすごい楽しかったですあともうちょっとで2,000人見てくれてたのになくまさんいてくれると嬉しい本当にハリネズミハリネズミ飼いたかったんだよね可愛いよねなんかお腹とかトゲトゲしてないらしいですよね 何ししててるる時時が番楽い食べかな結構そういう方多いんじゃないかな食べてる時はやっぱり幸せだよね <laughs> 新幹線の中ほんとつながりにくい新幹線確かにつながりにくそう次の配信予定は次の配信予定ねうーんと日曜日やりたい日曜日やりたいな土曜日はちょっと用事があって 長い間できないかなと思うので日曜日に配信しようかな日曜日から修学旅行行くのえ修学旅行どこ行くのうらやましいな幸ちゃん配信してほしい幸はね暴れちゃうよ多分多分この辺のもの多分全部なくなっちゃうよ多分ぐっちゃぐちゃになっちゃうと思う日曜日行けない嘘なんか日曜日行けない人多いな平日の方がいいかなじゃあアンケート取ろうかな Twitter かインスタで アンケート取ろっかな <laughs> 日曜日見れないほんとにあそういう方多いなそっち舐められてるよねやっぱしつけ教室通わせよっかななんかあるらしいんですよ犬のしつけ教室みたいなのが平日の方がいいなほんと日曜日見たいそっかどうしようじゃあどっちもやろか日曜日でも見れるよほんと夜ならいつでも じゃあ夜にしようかとりあえず夜だね後輩の文化祭見に行くおーすごい文化祭っていいよねやっぱりこの間私も文化祭行って楽しかったやっぱ高校生っていいよね羨ましいよこのくらいの時間なら見れるじゃあこのくらいの時間にやるね10時からとかでもいいかな10時とか9時か10時かな <laughs> でも1一時までやっちゃうとみんな寝る時間遅くなっちゃうよね 悩ましいな姫の文化祭そうだよそうそうマ、まあ、なンチョスの文化祭には行けなかったんだよね私の母校の文化祭と被っちゃってて行けなくって行きたかったな日曜日曜日曜スタッフだから絶対あそっかそっか24時間いつでも見るいつでも見てくれる 嬉しいな。文化祭いいよね。文化祭やりたい。時間は平気。じゃあ十九時からか十時からやりたいと思います。そうだね。じゃあ今日は見てくれてありがとうございました。嬉しかったです。楽しかったです。ありがとう。じゃあ終わりにしようかな。十時になっちゃったもんね。お疲れ様でした。ありがとう。みんな今週も一今週も七日間お疲れ様でした。土日も。 なんか楽しみがある方は楽しんできてくださいお仕事とかがある方頑張ってくださいじゃあおやすみありがとうございましたバイバイなんか YouTube に上がるの怖いなちょっと覚悟しときますおやすみみおやすみみバイバイありがとうじゃあキリ